かやな。こんな感じです。カッチカチです。もみ殻と米ぬかね、こうやってすき込んでやつをね、これを、はい、上から防草シートを敷きました。サイズがね、ちょっと、これはぽいですね、はい、合ってました。これは、はい、ジャガイモでした。でかい、うん、伸びる、はい、はい、シャドウクイーン、はい、はい、これ、はい、出てきた、はい、これも芋ね、はい、出てきた。もう去年よりもね、二重ヤホステントっていうんですかね、あんな一匹もいないんですよ。なぜいないかっていうと、雑草が少ないからです。作物そのものにつくっていうことは、窒素分がなければあんまつかないんですよ。非常に今こうやってね、あの灰色が綺麗でしょ。肥料も入れてなくても問題ないよってことなんです。多分いいと思いますよ。この時点でもうある程度、あの下の方は今はもうできつつあるので、うん、今ここのとこね、なんか梅雨かなっていうぐらい結構土砂降りですけれども、順調に元気に育ってます。今回2本ほど一回抜いてみようかなと思います。よいしょ、いい、よいしょ、ちぎれた、ちぎれちゃったよ、よいしょ、やっぱこれメイクインですね。お父さん見つけてくれるってさ。うわ、すごい。やちゃん入れていってくれますか、コンテナに。うん。そんな掘り投げたらあかんの。メイクインは取りやすいですね。よ横に広がるんでね。すごい大きさも。うん。そ、ここ探して。よいしょ。あのホクホクしてますよね。よいしょ、重い。ほぼ出荷や。これのね、大体倍ぐらいは取れたんですけれども、全部ね、みんなに分けたような感じになりますね。この量でもまだ実際芋の植えている量の5分の1ぐらいになってくると思いますんでね、これの10倍ぐらいは取れそうだということで、保存もねこれから大変だなと思います。